はい、どうも、船さんです。ね、参議院選挙のね、投票日ですね。もうあと1ヶ月ですね。はい、まあ、今回ね、いろんなね、まあ、党がね、まあ、新たにこう続々と出てくるね、まあ、国政選挙、まあ、これがね、まあ、どういうことかというと、まあ、要するに今の政治に対してこう、まあ、脳を突きつける人が多いで、さらにですね、まあ、その脳を突きつけるまでならまだしもですね、その他を見てもですね、まあ、こう好転する可能性が非常に低いと、ね、じゃあもう自分たちがこう立ち上がらんと、もうニッチもサッチもいかんなっていう状態やからこそ、まあ、乱立するわけですよね。いろんな新しい勢力が出てくるわけですよね。まあ、だからね、まあ、いいことだいいことだとね、言われる反面ですね、まあ、それだけ混乱しているということですから、まあ、今だから自分たちが今生きている現状が全然良くないっていうことの、まあ、現れでもありますよね。まあ、今日はですね、まあ、これといった、テーマは特にないね、第2回の雑談ね、ちょっと前回気に入っちゃいましたから、ね、第2回の雑談動画になりますけどね、まあ、参議院選挙で、まあ、どういったね、政党がどのように勝つのか、政局占いはね、もうめっぽうね、私全然得意じゃなくて、と言いますか、まあ、あんまりね政治の方が得意じゃないということで、まあ、ただいま勉強中なのであれなんですけど、まあ、どっちにしてもですね、まあ、経済的な話をすると、今のところですね、期待の持てるニュースが全く飛び込んでこないね、まあ、さらに言うと、まあ、ピンチっていう感じですよね。はい、なんかこう、まあ、自分は大阪に住んでて、しかもこうね、まあ、僕は食肉業界なんであれなんかもしれないですけど、なんかね、東京って決まったじゃないですか、オリンピックが。あの時に東京オリンピックが来るぞ、だからめっちゃ好景気になるぞみたいな、ちょっと湧きましたよね。でもね、実際その恩恵は滴ってきたんかみたいな、なんかインパクトとしてはなんか薄いなーって感じがするんですよね。まあ、これは、まあ、住んでる地域柄もそうかもしれないですし、業態っていうのは、まあ、大いにしてあると思います。だから建築関係なんかで言ったら、いやいやこれはごっつ儲かったでっていう人もね、多いかもしれないですけど、ね、なんかへえってこう期待したワクワクしたあの感じからすると、なんか拍子抜けやったなみたいな。でもこっからで言うと、もう今頭打ちでしょ、ピークでしょ。で、まあ、こっからはね、需要がどんどんね、まあ、減退していく時期フェーズに入っていきますから、まあ、こんなもんなんかっていう感じでね、まあまあまあ多くの人を巻き込むとこまではいかなかったなっていうね感じでしたね。まあ、なので、まあ、まあ、ここからね、まあ、経済的に言うと、まあ、増税が待っていますし、でね、まあ、ブレグジットの話も進みますね。まあ、もちろん米中貿易戦争もね激化してですね、で今回の香港デモですよね。まあ、この香港デモで、まあ、この香港デモをね、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、これ経済のことじゃないですね。はい、これはもう完全に人権の話ですから。でもこれ結局ですね、その香港と中国の間で大きな摩擦が起こるということはですね、これ中国からすると、今台湾とねこうバチバチしてるわけじゃないですか。で台湾は主権を主張しています。でその台湾に対してアメリカがバックにつくという形で、まあ、もう具体的に言うとね、まあ、台湾のその、まあ、
ランクといいますか、アメリカの中で台湾という位置づけがワンランク上がるんじゃないのかと。で、例えば今まで大使館がなかった、ものに対して大使館に格上げするとかですね、はい、あとは、まあ、台湾に、まあ、基地を置くであったりですとか、ね、高校の、自由作戦なんかね言われていますように、もうあそこをね、こう、まあ、中国が主張している海域を自由に航行しているのが今アメリカであって、で、まあ、要するに事実上の支配を防ぐというね意味合いがあってですね。で、まあ、台湾と対立している中国が、ここに来て香港ともね、まあ、こう対立関係にもしもなったとするならばですよ、ね、もちろんその、まあ、香港といえば、まあ、人民元元じゃないですから、あそこはね、はい、香港ドルですよね、はい、で香港ドルっていうのは、まあ、要するに US ドルね、まあ、ブレトンウッズのそのドルですよね、アメリカのドルを担保にして発行されている。要するに日本は何を担保にしてるかっていうと、担保は日銀当座金でも何でもないとね、信用創造ですけれども、だから要するにね、通貨発行の限度はインフレ率によって決まると言っていますけれども、香港ドルは違いますね。香港ドルは自国通貨の香港ドルですけれども、それの制約としましては、その US ドル、アメリカのドルの量が制約になっています。だからここは日本と香港は、まあ別々なんですけれども、でもですね、結局その中国って、まあ、人民元、まあ、中国ってもうこの間までものすごく貧乏ったれの国やったんで、だからね、例えばあんなね、ちょっとダッサイしえじゃないですか。で、あの元をですね持ってっても誰も相手してくれないわけですよね。ここ最近ね経済成長遂げましたけれども、それでもやっぱり信用、貨幣の信用という部分で言うとまだまだ信用できないということで、香港ドルで、海外との決済をしているのが中国なわけですよ。ということは、まあ、よそとこう、まあ、やり取りをするときに元を香港ドルに変えて、その香港ドルでやり取りをする。でもその香港ドルは US ドルが担保になってますから、だから、まあ、要するにね、人民元っていうのは、まあ、香港ドルの担保の US ドルが担保みたいなもんになってるわけですよ。なのでこの2つがないと人民元は成り立たないみたいな、それだけ依存してるということなんですね、香港に対して。なので、うん、今回のこのね問題、まあ、事件を起こしましたよというそのまあ人物の身柄をやり取りできるようにする法律を作ると。香港で何かねこう、まあ、問題事件が起きましたと、そうなった時にその中国の方に身柄を引き渡すという法律なんですけれども、まあ、これに対して香港の人たちが、まあ、人権侵害を訴えてるわけですよ。で、まあ、これなぜかというとですね、まあ、要するに例えば香港でですね中国の何かね、まあ、悪口を言ったりとかもそうですし、まあ、何かね中国に対してあんまりこう好意的じゃないことが起こった場合は、香港から中国に拉致されるのと一緒ですから、合法的に拉致されるのと一緒です。ということはですよ、これ言い換えてみると、中国にとって都合の良くない香港の人間を冤罪で吊るし上げてそのまま中国に引っ張ってくることも可能ですし、あいつが欲しい、でも
こっちに来さすことができないといった時にもそういう風にできる。まあ要するに、うん、あの人をこうなんていうんですかね、物のようにこう引っ張れてしまう法律になっちゃうということなんですね。まあ、だからまあこんな法律勝手に通されたらそりゃ困るぞっていうことでね、まあ香港のまあ国民がね、まあ立ち上がったわけですけれども、すごい人数ですよね。ね、100万人200万人規模ですよね。すごい。だってえ700万人ぐらいですか香港の人口って。ねえ、600万人か700万人ぐらいでしょ。だから国民の3分の1とかが参加してるわけですから、日本で言ったら4000万人が参加するデモ、ねえ、まずないですよね日本ではね、っていうぐらいね、すごい規模なんですよね。だからね、まあ今回そのまあ一旦見送るというね、まあ先送りにするという判断を、まあ、中国サイドはね、まあ行いましたけど、まあ、でもこれまあ見送るということでもう一回ね、勃発させかねないということで、まあ未だにデモは続いてます。だもう廃止やと、廃止に追い込むまでは、徹底して国民活動を行っていくというね、すごい国民性やなと思います。まあでもあの確かに、まあ、自分たちね、もう好き勝手引っ張られてしまうような法律がね、勝手にね、あの自分たちからするとまあ言ったらそんなにリスペクトしてない国家が勝手にね、まあ言ったらね、もともとはね、まあイギリスのね、まあ文化が相当入った国ですから、だからまあ中国気質とまた違うわけですよね。はい、まあそんなね、中国からね勝手にそんなことを言われたらね、そりゃ黙ってないですよね。まあ、紳士の国の血が入ってますから、そりゃそうですよ。はい、まあでもねえ、まあこれ香港すげえなーって思ってますけど、これ海外から見るとね、海外から見ると例えば水道法って、あの水道民営化って、まあ、散々ね、世界でやっては失敗して、やっては失敗してで、どの国家も、後悔してるわけですよね。で、ああ、結局なんか、まあ、全然良くなかったな。で、逆にこう、ね、民営から公営に戻す作業がものすごく大変で、まあ、もう、みんな我々の真似はしちゃいかんよって言ってるのに、各国がね、ヨーロッパを中心として、なのに日本でこれだけすんなり通って何も起こらないね。一部のね、まあ、まあ意識の高い人たち、あるいはまあ知識のある人たちがちょっとね、ネットとかでわわわわっていう程度のものですよ、僕らも含めてですけど、パパパパって、こんなんもね、豆鉄砲にしかならないわけですから。はい、だからね、あの外国の人から見るとね、マジ日本人マジでおとなしすぎひんって思ってるんですよ。まあ、このね、あの消費税増税も今の日本の経済でよく黙ってるねみんなっていう状態ですよ。はい、めちゃくちゃインパクトありますから、本来はね。でも日本人は何も動かないね、もう我関せずみたいな人めっちゃ多いですからね。まあこの間も僕ね、まあ喋ってましたけどね、ちょっとある知人と、まあ消費税が 8% から 10% になったところで俺にはあんまり関係ないとかって言っててね、まあ、俺は新地で飲むだけやみたいなね、まあ、こと言ってて、まあその人別にめっちゃ金持ちでもないんですけど、まあそういうことを言ってたりとかですね。まあまだまだ意識低い人たちばっかりですよ。だから香港のね、その3分の1の、国民がね、立ち上がって、デモをする。まあこれ本来で言ったら日本も当たり前でそうなるべきなんですけどね、まあ、人口のね
その規模は全く違うにしてもですよ、でも、まあ、そういう動き、だって日本ですら200万人集まるデモ、ね、1億2000万人いてですよ、200万人集まるデモも起こらないんでね、はい、まあまあまあ、本当に 2% ぐらいですか、200万人やったら、まあ、それすらもね、集まらないような国なんで、まあ、物事がガッと動くってことがね、まあやっぱり、なかなか起こりづらいですよね。はい、まあかといってね、こういう言論活動ね、啓蒙活動をまあだからやめてしまうのかって言ったら、まあそうじゃないんですけど、だからね、まあもっともっとね、こうまあ自分のね、媒体、まあ Facebook で何でもいいですよね、もうどん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 ね、あの発信していくとか、発信しなくてもこうシェアっていうボタンがね今ありますんで、シェアするだけでも全然違うと思うんで。ね、そういう活動ね、ほんましていかなあかんなと。全然良くならないですからね。だから、まあ、こっからね、ほんまに、まあ、経済、ね、全く上向かないぞっていう状況でですね、ネットとか見てるとね、こう、まあ、コンサルタントって言われるようなに、まあ、言われるっていうより、まあ、自称コンサルタントの人いっぱいいますよね、ネットの中でもね。で、まあ、そういう人たちのね、ブログとかもね、読むんですよ僕で、まあ、YouTube とかもたまに見るんですけど、コンサルタント、経営コンサルタントって言ってね、まあ要するにそのビジネスに対してアドバイスをする人ですよね。で、まあ大手、まあ船井総研とかね、ああいうところって大手の企業に対してのコンサルタントをしていますけれども、まあ、僕らみたいに、ね、弱小に対して、弱小相手にするようなコンサルタントもいっぱいいるわけですよ。はい、で、まあ、弱小相手にするコンサルタントで、コンサルタントを頼みたいっていうパターンの人って、その今の、まあ、中くらいの規模を大規模に発展させたいっていう人たちもいるし、まあ、あのもちろん小規模中規模ぐらいにしたい人もいるし、で今その現状がこうあまり良くないから、それを改善させたい人たちもいるわけですよね。そのね、世の中 75% は赤字というね現実がありますんで、企業全企業のね 75% は赤字、まあ、ということで、まあ大体の店とか企業、まあね、会社もそうですし、赤字ってことですよ。でその利益100万円以内の黒字企業って、その黒字全体の中のまた 50%、 今やったらもっと多いんかなって言われてます。ということは全体で言うとね、 80% 以上はね、もうほぼ赤字、要するに100万円以内の黒字ってことは、消費税 2% 上がったら赤字に転落する規模ということですから、だからね、実質もう大多数が赤字企業という話なんですね。ということはですよ、まあもちろんね、弱小企業なんかでいうと、まあそういうね、コンサルタントにしがみつ、あの、すがるような人たちも多いわけですから、だからまあ需要はあるんでしょうか。その中でね、その記事を読んでたりとかすると、まあコンサルタント、僕もね、まあ、昔あのお世話になったりしたんですよ、とか勉強会に参加させてもらったりとか、まあいろいろしたんですけれども、あの、ね、結局ね、あのまあまあまあいろんなね、そのまあマーケティング戦術だとか MBA をね元にした、戦術だとかね、ランチェスター戦術だとか、まあいろんなことね駆使して、まあ、語られてますけれども、実際ですね、あの、まあ、最終的にですよ、まあこういうことせ、ああいうことせ、でもそれって地域性であったりですとか、タイミングであったりですとか、ライバルの質であったりですとか、もっと言ったら僕これかなりでかいと思うんですけど、運ですね。はい、だってまあ僕のね、まあ、知ってる人のお店でもね、まあ、某企業
のレトルト商品を7割使っている、まあ、飲食店さんがあってですね。でそのお店がアホみたいに流行ってるんですよ。でもそれはまあほとんどその某企業の、レトルト商品なのでまあオリジナルの味でも何でもなくてですね。でまあ駅前に構えててですね。でまあそこの流行ってる理由っていうのが芸能人のね色紙がいっぱいあるんですね。で芸能人の色紙それどうやってやってるかっつったらネットで買ってるんですよ。でネットのオークションとかで芸能人の色紙を買って飾ってでうちに来た体にしてる。でも決してね来ていないと飾ってあかんという法律もないですからね。趣味でオブジェで飾ってるね。でもお客さんってね芸能人が来てるから来るねっていう、まあそれだけで流行っちゃうみたいなぐらいお店が流行るっていうそのメカニズムって何なんて大したことないんですよ。だからね、MBA であったりですとか中小企業診断士がね中に入ってあだこうだするとかね、マーケティング戦術がどうのこうのとかね、まあもうドラッカーを呼んだりとかね、もういろんなランチェスター戦術をしたりとかね、いろんなことをせずでも芸能人のサインさえあれば流行るっていう、まあ、このぐらいね不確実なもんなんですけど、まあそれにいろんな理由をつけてねバーッと言うてるわけですけどね、結局まあその今も言ったように芸能人がポンって一人何かの形でポンって来たりとかね、まああの窓かひろしのね人間国宝、まあ、関西の人しか分かんないかもしれないですけど、まあがもう偶然ポッと来たりとかね、魔法のレストランでなんか知り合いのとこが出て紹介されて来たりとか、もうこれを全部運ですよね。これ一つでボーンってね火がつくなんていうこともたくさんあったりとか、魔法のレストランに出たところに取材に行くみたいな雑誌も多いんで、だからその魔法のレストランが来るか来へんかは運次第みたいなとこあるじゃないですか。なのでねそう、まあ、運ってものすごくでかいんですよ。だからかなりいいものを作ってる、かなりいいサービスをしてても、まあ、運がなかったら、まあ、残念みたいなね話なんですけど、まあ、何が言いたいかというと、そんな運のものに対してねノウハウだノウハウだって言って継続は力なり的なことをね字で言っちゃってるんですよ、そういう人ら、あのコンサルタントという人たちは。で何事も継続だ継続だ、確かにすぐ辞めちゃうとその先の可能性ってなくなりますけど、でも例えばいや結局ダメでしたってなった時に、まあ、どういうことをしたら、あいやいや成功してる人はもっともっとあなたよりも数十倍数百倍頑張ってるとかね、努力をしてるとかね、数十倍数百倍継続してるとかね、いやそれって何基準やねんっていう話じゃないですか。でその人の頑張りってそのどのぐらいの尺度でどうやって測ってんのっていう話やし、まあさっきのね、まあその魔法のレストラン来ましたよ的なあのサインの色紙飾ったら流行りましたよ的な、でじゃあその流行りましたでめちゃめちゃこうね、まあ儲かりました、で片やめっちゃ努力してもう味とか新商品作っても全然こうヒットせえへんね、運がない人ね、でもこの人頑張らなきゃ、もっと頑張る、寝てたらあかんと遊んでたらあかんとね、まあ遊び倒すほどね、まあそんなアホじゃないと思うんですよ、そういう人だって、それなりにね努力してると思います。でも平気でそういうこと言っちゃうんですよね。でも本質全く捉えてないと思うんですよ僕。っていうのがどんだけ頑張ってもこんだけ不景気でまあね消費者の財布からじゃん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 金減っていくような国家システムでどうやってその流行らすのって、うん、だからまあね削り合いするねその奪い合いですか、もうせざるを得ないっていうね、なんかそれをこう甘んじて受け入れざるを得ないっていうことをそういうねまあ
こう先生方というんですか、コンサルタント側がこう煽ってるように僕は見えるんですよね。だからその削り合いとか奪い合いをして買ったものだけが生きていけるみたいな、その豊かになれるじゃなくて生きていけるみたいなね、わけわからんこと教えてるやんってこう思っちゃうんですよね。まあだから正味その努力が全く必要じゃないっていう話をしたいんじゃなくて、なんぼ努力しても無理なもんは無理で、そのそこが問題、大きな問題じゃないことにこうその気づいてほしいし、でそれは努力してもしてもね報われへんことなんてめっちゃあるし、めっちゃあるっていうかもうほぼそうじゃないですか。だって努力せんかっても産んで買ってる人なんていっぱいいるしね、それはそれで、だからその運っていうものがもっともっとこうたくさんチャンスが生まれるためにはやっぱね経済が好転するしかないんですよね。でね、まあどうせそんなもん、どうせそんなもんなって経済どうのこうのって言って経済対策しても結局はな金持ちしかな止まへんねんみたいな思考の人いるじゃないですかね。いやそうじゃないと、要するに監視体制が、国民の監視体制がしっかりしてたらそれは生まへん、その不公平は生まへん。ただ監視体制ガバガバやったらそりゃこいつら図に乗るよねって、図に乗させることがダメなんですよ。だからなんだかんだ言ってねえ、よその国見てくださいよ、なんだかんだ言ってここまで貧乏ったらじゃないじゃないですか、発展途上国じゃなくて先進国でね、 OECD 加盟国を見てもそうですよね、ここまで貧乏ったれの国民しかが山ほど出てんのって本当に格差が広がってんのはアメリカとかもありますけど、こんだけ総貧乏になってんのって本当日本ですからね、日本めちゃくちゃひどいですから、こんだけね1億総貧乏とまではいかないですけど、まあ半分近くはね、まあ、貧乏ったれになってる、まあ、こんなね先進国ありませんよ。だからそれはもうやっぱりねその監視システムがねぶっ壊れてる。だからそこはねしっかりと、まあ、国民側が、まあ、もっともっとねこういやお前そんな調子に乗ってたらほんま痛い目見るでっていうような声をもっともっと上げていかなあかんってことですよ。はい、なんで諦めたらダメです、絶対。どうせこうだ、どうせああだね、まあ、こうやって虚無的なねニヒリストにだけは絶対なったらあかんですね。はい、ニヒリズムを作ってしまうことが一番、まあ、相手にとって都合がいいですからね。ああ、あいつらまた、もう虚無的になりよった、無関心になりよったわと。ああ、そうやって、もう諦めてくれ、諦めてくれ、俺らは好きにやるからって、行動しちゃいますからね。あ、だから、いやもうしつこいようやけど、全然もう許さへんぞっていう、ね、ほんまは真実はこうなんやから、こうやれ、ちゃんとやれっていうことを、まあ、しっかりね、まあ今回の参院選でもそうですけど、しっかりね、まあ、国民側のね、声をね、ちゃんと届けていかな、あかんなと思います。ということで、まあ今日はね、まあまあまあ、その、まあ、こん中で思ってることをただただ喋りました。まあたまにはこういう雑談も、混ぜていきます。もしかしたら連チャンで雑談になるかもしれないしね。まあそんな時もあるかもしれないですけど。まあ今日の、話が面白かったなとかためになったなと思っていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、ツイッターアカウントの方のね、フォローなんかもね、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で失礼します。バイバイ。